佐賀大学は佐賀県佐賀市本城町一番地に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は助大及び佐賀大。現在の佐賀大学は2003年に旧佐賀大学と佐賀医科大学が統合してできた国立大学である。2005年度に文部科学省が示す授業料標準額が値上げされた際にも 同省の方針に従わず、学部及び大学院の授業料を据え置いた。特に、学部授業料を据え置いたのは、佐賀大学のみであった。佐賀大学は、1920年設立の旧正佐賀高等学校、1943年設立の佐賀市範学校、1944年設立の佐賀青年市範学校を包括して1949年5月に、 設置された。また、佐賀医科大学は1976年に設置された。学部本庄キャンパス理工学部エリア、研究科付属機関本庄キャンパス、鍋島キャンパス以外に所在する付属施設の未住所を、記す。21世紀 COE プログラム入学式、卒業式は、佐賀市文化会館で行われる。サークル活動は、本庄キャンパス、鍋島キャンパス合わせて、 およそ100の体育系、文化系団体が活動している。体育系など文化系系音楽など、佐賀大学では、学園祭はキャンパスごと別に行われており、本庄キャンパスでは、年1回の、葉隠れ祭りが、鍋島キャンパスでは、むつごろう祭りが開催されている。佐賀大学の同窓会は、全学部を対象とした、佐賀大学同窓会のほか、各学部ごとに設置されている。 佐賀大学では所在している佐賀県との関係を重視しており、大学が定めている佐賀大学が掲げる4つの目標の1つにも、地域と連帯する大学という方針が定められている。こうした目標を具体化する方策の1つとして、佐賀大学では地域貢献特別支援事業費を得ているほか、佐賀県と各種協定を締結している。 地域貢献特別支援事業費国立大学の地域貢献に係る女性として文部科学省より2002年及び2003年に佐賀大学地域貢献連絡協議会に対して地域貢献特別支援事業費の採択がなされている。同事業費をもとに佐賀大学は地域貢献事業として以下の事業を実施している佐賀県との協定広大連携事業に関する 協定佐賀大学と佐賀県教育委員会の間で、広大連携事業に関する協定を締結している。高校生に、大学での高度な教育や研究に触れる機会や、学部選択に関する情報を与え、個々の能力や適性の伸長を図るとともに、大学に対する理解を深めさせ、大学教育のより一層の充実を図ることを目的としている。 事業の内容の例として以下のものがある。アジアのハリウッド構想に関する相互協力協定佐賀県が推進している。アジアのハリウッド構想とは映画やアニメ、ゲームなどの分野のデジタル産業文化を育成する構想である。佐賀大学と佐賀県との間でアジアのハリウッド構想に関する相互協力協定を締結している。 デジタルコンテンツの産業化を目指した環境整備に関する協定である。協定書において以下の3点について協力するとしている。佐賀大学では1973年から後に学長も務めた上原春夫定年体館が中心となって海洋温度差発電の研究を手がけてきた。研究により独自のシステムを開発、上原サイクルと名付けた。 このシステムは日本の国有特許として日本国内、米国及び欧州に出願し特許取得した。1997年にはインドにおける海洋温度差発電の共同開発と実証について佐賀大学はインド国立海洋技術研究所との協力協定を締結し実際にこのシステムを使った大規模な発電が始められている。さらに2001年に 佐賀大学は太平洋島諸国であるパラオ共和国との間で学術研究交流協定を締結した。パラオ共和国は2015年までにはディーゼル発電を終了し海洋温度差発電に転換することを予定している。ありがとうございます。